模倣とは、学習、様々な技能の習得、社会的流行など、多くのことが、基本的にこの形をとる。対義語は創造。語の中には模倣される傾向が強いものがあり、それが何回か繰り返し模倣されるうちに、次第に自発的に使われるようになる。このことから、模倣は、言語獲得のいくつかある道筋のうちの一つで、あるということが言える。 芸術は一般的に全時代の巨匠たちが確立した様式の模倣、習得から始められる。プラトンとアリストテレスは古代ギリシャの施作の本質が模倣であると主張し、後世の芸術論、文芸論、演劇論に大きな影響を与えた。プラトンは国家第10巻でそのことを論じているが、詩人たちは対象についての知識、技術を持ち合わせないまま、 大衆の感覚、感情、快楽に訴えかけるようにそれを誇張的、歪曲的に模倣し、人々を真実から遠ざけてしまう存在として批判的に論じており、あるべき国家からは追放すべきだという、いわゆる詩人追放論を展開している。ソクラテスの弁明、イオン等でも述べられているように、プラトンは詩人を弁論家やソフィスト、あるいは民主政治家などと同じように、 大衆を誤った方向へと先導する危険かつ傲慢な存在であり、国家に必要な哲学者、真の政治家とは対極の存在であることを論じている。アリストテレスは、死学において創作芸術と模倣の関係について論じているが、人間が人、物事を模倣したり、それによって学習したり、他者の模倣を見て、 喜ぶのは人間の本性に根ざした自然な傾向であるとして、プラトンと違って、これを肯定的に評価している。そして、アリストテレスは人間の鋭意の模倣としての施作の発展に着目し、その最も成熟した形態としての悲劇を詳細に論じている。美術の領域では、ルネサンス時代、ラファエロなどが活躍し、巨匠と位置づけられ、 盛んに模倣されていた。ところが、16世紀後半、後期ルネサンスの芸術家たちの考え方に変化が、生じ、独創性にこだわり始めた。単なる模倣ではダメだと考えるようになり、芸術の領域で作家一人一人が新しい何かを加えていくということを行うようになった。彼らは、もともと単に、方法、手法、様式などという意味であった。 マニエラという言葉を高度な芸術的手法を意味を込めて使うようになった。彼らは自分たちの手法をマニエリスムという表現で呼んでいたが、これは当時優美で宣伝されたといったような意味を持っていた。いわゆる古典主義の時代の芸術は金星や調和などが重視されていたが、マニエリスムの画家たちは例えば人体を描く場合は、 わざと蛇みたいに曲がりくねった体として描いて見せたり、古典主義で使われた金星の取れた構図をわざと歪めて見たり、色彩は実際の色や中間色を良しとしていたのを、あえて原色を使ってみるといったことをするなど、彼らなりの工夫を凝らした。ところが、これが後の時代になって、単に気をていらったものだとして軽蔑されるようになった。十七から十八世紀には、 マニエリスムというのは、単に前の世代を真似しているだけで、たとえ技巧的には新しいものがあったにしても、何も新しいものはなかったと否定的な評価が主流になった。舌を出す行為を模倣する、マカクザルの新生児。例えば、マウスが T 字路を折して餌を取ると、そのマウスを手本として、他のマウスも何度か繰り返すうちに T 字路を折して餌を取るようになる。 これが模倣である。これは人間でも見られる対人行動の一種である。猿類の場合も子が親の行動を模倣することで様々な行動が伝承されている。社会学における模倣概念は必ずしも主体の自覚的、意識的な行為を指すものではない。フランスの社会学者ガブリエル・タルドは社会実在論を否定し個体の模倣とその反復過程から 全体社会の現象を説明した。ただ、長らくこうしたタルド流の発想は、非主流派の位置にあった。しかし、近年、ジルドゥルーズの再度反復の哲学、カオスと複雑性の理論の社会学的展開、アクターネットワーク理論やグローバル、ネットワーク論における感染概念への注目などを背景にして、主体、客体、構造、主体図式を超える、 エージェンシー論のキー概念として再評価が進んでいる。日本の著作権法には模倣の語は登場しない。不正競争防止法において他人の商品の形態を模倣した商品の譲渡等は不正競争行為として規制されている。判例上、この法律でいう模倣とは他人の商品形態を知り、これと同一と評価される商品を作り出すことを認識していることと、 商品同士を観察した場合に、携帯が同一か、実質的に同一と言えるほどに告示していることが必要であるとされている。ただし、これ以降の裁判例上は、客観的な同一性が認められた事件において、主観的な模倣の意図がないことを理由に模倣を否定した事例は存在しないことが指摘されている。ありがとうございます。